彼は私の恋人が自殺したの。でもそれを信じられないのよ。だってその日私と会う約束をしていたのよ。死のうとする人間が約束なんてするわけないじゃない。じゃあ原因に何か心当たりはある？確か仕事で自殺者が多く出てるビルに行くって。もしかすると呪いの類が関係しているかもしれないな。そのビルを調べてみようか。このビルだな。入り口を探すか。どこから入るんだろう。この後見つけたぞ。ここから入れそうだ。威勢のいいやつだな。なんか変だな。俺と変われとか。悪霊には違いない。だが少し気になるな。こいつらが呪われているみたいだ。鍵がかかっている。どこかにないか探してみようぜ。分かってきた気がする。じゃあこの人も呪われたのかな。呪い殺されるぞ。
もしかしてこの人があの例の言っていた恋人かな。かもな。だがこいつも悪霊だ。やはり呪いがあるな。元には戻らないの？呪いが原因なら元を立てば戻るはずだ。やつはこの上にいる。よし、それならそいつを探し出すか。やつはこの上にいる。いた。あいつが呪いの元凶か。追うぞ。笑わせるぜ。あれで隠れたつもりか。元凶。ここで死んだら誰かを殺すまで出られない。死んでからも嫌なら誰か殺せ。うなくその悪い奴だぜ。あ、さっきの悪霊。あいつが消えたおかげでビルの呪いは消えたようです。一体ここで何があったの？あいつはここで死んだ者に呪いをかけるんです。誰かを呪い殺すまでビルから逃げられないという。そうか、だからここで自殺者が続いたのか。ったく、ところてんみてえなシステムだな。僕も逃げ出したかったけど、自分のために人を殺すのはできませんから。そのせいで大事な人を待たせちゃったね。どういう意味ですか？せっかくだから外の空気吸ってこいって意味だよ。やっと帰ってきてくれた。ありがとうございます。ようやく彼に会えました。ずっと信じていてよかった。彼女は僕を待っていたなんて。それを知っていたらもしかしたら僕も。いや、それでもお前は人を殺さなかったと思うぞ。そういう人だから彼女も待ってくれたんだろうね。そうですね。ありがとうございます。助けられてよかった。